プレイヤーは様々な形にくり抜かれた壁を的確なポーズですり抜けられると10ポイント獲得。まずはスターチーム小島さんの挑戦です。あなた鈍いよ。小島さんの挑戦です。俺は知ってるよ。鈍いの正解。ビールマンスピンだ。どうか真央ちゃんも得意のスピン。そして頭が痛がっている。危ない。その後頭を上げると壁、そこに壁、壁が来る、壁が来る、どうしよう、まだ壁が来る、あーどうしよう、壁が来るの。なんであのママおちゃいって言わないの。なんでおちゃいって、来いって顔遅くなっちゃうんだ。さあ四流芸人チーム先制なるか、オジナッティの挑戦。何のために凱旋門賞を見に行ったんだよ。頼むよ、頼むぞ。四人芸人、何これ、出た。これは立ってないパターンだ。写真中の写真も模範解答が出ている。同じポーズだ、このポーズだ。どうですか、クリア。いいですね、いいね、いくってんね、これ。だってお尻出てんじゃん。もうほとんど出てんじゃん、お尻。あれお尻だよ、あれ。頼むだ。続いては、あ、チラッティだ。早くもチラッティポーズ。早くもチラッティポーズ。この指が回ってきた。スターチーム、もじおさんの挑戦。全然違うじゃん。さあ、さあ、かつてもじおさんにこれほど難しい問題が出たことはあったか。どうするか、どうするか、もじおどうするか。あーっと、もじおか、あーみょんさんか、もじおさんか、もじおさんか、とてつもなく、こんな写真集出すな。この形で OK だったんですか。すっごいのか、助けないで。ここでしばらく耐えます。ここでしばらく耐えます。ぐっと戻ろうと思ったんだけどね。ここで放送することがいない。どうすることもなく落下。もう寒いっすよ。寒いよね。かかってこい壁。では参ります。ご自宅チャプル柴田さんの挑戦。いけいけ、やれるぞ、いけるぞ、オッケー、これやれと、これいける、これやっぱり。さあ、でもこれだって、とという字のようですが、さあ、脳を使ってください。脳を使って、食べたいよ、食べたいよ。柴田どうか、クリア。よっしゃ、お見事クリア。とという字、の字になると思ったら違うんだ。ここまでノーポイントです。スターチーム、小次郎さんの挑戦。なんで小次郎さん、なんだあれ。さあ、この角度、この角度を大きく出せるか。この角度、さあ、瞬間だ、瞬間の勝負、どうか。あの、顎も。
山崎さんの挑戦です。スタート。頑張れ。いたの。ダックダック。ピッチと。あ、これいけるよ山崎。この後の文字堂さんの攻撃までありますか？これ地獄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 。続く2回戦では20ポイントリードしている4流芸人チームが次々と失敗。それに対しスターチームは連続クリアで同点に。しかしこの後勝負と関係ないところである男が大事件を巻き起こす。これは文字尾がリプレイを見ている時のことだった。スターに式のさんは落ちてた。引っかかってというところですが、どうしてお前のところに映ってるんだよ俺のところ。よくいつも確認しろよ自分。だからお前いつまで経っても垢抜けないんだよ。ちゃんとやります。頑張れよ田舎。田舎行くの？え、田舎行くの？行けるの？田舎頼むぞ。頑張ります。頑張りますよなって。いやいや頑張ります。芸能界デビューでいいな。ダメでしょ。断った方がいいですよ。ちょっと待ってんのこれ本当に。だから取ってくれてんの俺たち。本当ですか？本当だよ。違う田舎取ってやれっつーの。さあでは参ります。団体戦スターチームの挑戦。どれ？さあ追った田舎が。さあ現在同点です。ここをクリアすれば田舎ケーブルになっちゃった。では参ります。団体戦四流芸人チームの挑戦。岡田さんのためにも。模範解答です。あれ無理だよ。いや無重力じゃないとできないでしょこれ。あの真ん中の人の重心どうなってんの？どうなってんの？ここまでの戦いを終えて20対20の同点です。ここで全ての戦い終了ということになりますが、個人戦だったらうちはもう一回田舎だ。個人戦、個人戦、個人戦にしましょう。田舎行って。で都会、都会だ。都会、都会じゃ違う。都会、都会だ。俺田舎に勝てる自信ねえって。じゃあ都会やれよ。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 頑張れ頑張れ。
田舎田舎。さあそれではスターチーム田舎くんの挑戦です。田舎田舎くん、いけるよ田舎で。田舎くん待ってました。おどんたたち考えて。仕事なくなっちゃってる。待って、お願いします。どうだ、マジ多分答えは一つみたいになってません。違う違う違う、答え違う。真剣勝負。さすが芸人チーム代表、都会くんの伊藤アナウンサー挑戦です。よし行こう、都会大事。どれ、うわ、三つの穴でした。どこを通り抜けたらいいんでしょうか。さあということで今日はここまで。バイバイ。 Subscribe now.